1961年6月7日、アドルフ・アイヒマンの裁判に承認として出廷した、イェヒエル・デヌール・イェヒエル・デヌールは、ポーランド出身のイディッシュ語、ヘブライ語作家。デヌアートは、ヘブライ語で、ヒノのイ、ヒュール・ディーガ、イェヒール・ディーガーとも書かれる。1909年、ポーランドのドイツ国境にほど近いソスノビエツにて、生まれる。元の姓は、 フィネルヒュール・ファイーナーであった。最初、ナータン・ビルンバウムに代表される、正統派ユダヤ教ヒシオニズム組織、アグダット・イスラエルに属し、イリッシュも詩人として活動を開始した。第二次世界大戦中、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所に2年間収容される。生還後、1945年イギリスのニ任統治下のパレスチナに移住し、 カツェトニック135,633の名で、収容所での体験に基づくヘブライ語の著作を複数発表した。カトセニックは、イディッシュで、強制収容所を意味し、135,633は、アウシュビッツでのデヌールの囚人番号であった。この名を、デヌールは、偽名や筆名であるとすることを否定し、アウシュビッツの時を通して形成された彼自身であると、した。 デヌールの著作はアウシュビッツで過ごした時を年代記とする試みであった。カトセニック135,633の名で執筆を続けたが、1961年6月7日、アドルフ・アイヒマンの裁判の第68回法廷で承認として出廷し、身元が明らかとなった。デヌールは冒頭でアウシュビッツを灰の惑星であったと表現したものの、 卒井側弁護人のアウシュビッツに関する全般的な質問に答える前に証言台で失神してしまい、その後証言を再開することもできなかった。最も著名な著作の一つであるダニエラの日記は強制収容所内に置かれたユダヤ人女性を制奴隷にする制度を描いたものである。著者本人の示唆によれば作品のモデルはホロコーストで亡くなった彼自身の妹であったという。 また、ピーペルと呼ばれた子では、ナチスの少年に対する性的虐待を題材としているが、こちらも同じく収容所で亡くなったデヌールの弟をモデルとしていることが示唆されている。デヌールの著作は現在でも、イスラエルの高校の教育課程に取り入れられているが、NA、アマシークのように、ダニエラの日記はポルノ小説に過ぎない、と批判する、評論家も現れている。 このような批判においては、ナチスドイツでは、アーリア人市民には、ユダヤ人との性的交渉が厳しく禁じられていた、ことが理由として挙げられる。1976年、繰り返し訪れる悪夢とうつ病のために、医師やボスティアンスによる、サイケデリック心理療法の一種を受け、その一環として、LSD を服用をした。この治療中に見た原影が、の元となっている。 2001年、テルアビーブでガンのため死去。いずれもカツェトニック135,633名義。イザベル・カーシュナー、イスラエル・ S1 エクスペクティッド・スピノフ・フロム、エイ・ホロコースト・トライアル、ニューヨーク・タイムズ、セプテンバー・6、2007。ありがとうございます。